藤田伝といえば孫正義ですね。孫正義が高校生の時藤田伝にこう行ったっていうね伝説の物語があるんですけど、藤田伝さん、これから何やれば儲かりますかそうやな、パソコンやないかみたいなね。<laughs> うん、でこうあの、孫さんのね、えー、言葉をちょっと今日はあのやろうかなと思うんですけど、反省するが縮小は、萎縮はしないと。これね、いいと思います。反省はするが萎縮はしないっていう。 これ結構いいなと思うんですけど、要は、あ、この商品売れなかったのはとか、これうまくいかなかったなっていう、まあ、反省はするんだけど、萎縮もしちゃうと改善しようがないんですよ。萎縮してるから、俺はダメなんだ。俺はやっぱやっても無理なんだ。やっぱ稼げないんだって萎縮すると、結局その前、その次の考えができないんですよね。だからここ、あの、なんだ。 孫さんの他の言葉でね頭がちぎれるぐらい考えろっていう言葉もあるんですよちぎれるぐらい考えろでこれ萎縮してたらちぎれるほど考えられないんでどう,どうせ無理だっつって思考停止でしょ だから反省はどんどんするべきだし、それに対してどうフィードバックしていくのを改善していくのかっていうのが、このアプローチでダメだったらこのアプローチ、このアプローチでダメだったらこのアプローチ、このアプローチでダメだったらこのアプローチ、このアプローチでダメだったらダメっていう、もうやりまくるっていうね、いろんな角度を変えてやりまくるっていう。で、昨日ね、商品ね、ある人にね、商品を売れたんですよ。で、それもいろんなアプローチをしてて、で、まあ、売りました。しかもね、 勝手にお客さんが商品探してくれて勝手に決済していただくっていうね、不思議な現象なんですけど <laughs>。しかもメールも送ってないんですよ。メールでも送ってないですよ。で、商品名も言ってないですよ。メールも送ってない。え商品名も言ってない。ただお客さん勝手に探して勝手に買うっていうね、すごくないですか言ってらっしゃい。